今日の試合振り返っていかがですか。この試合は最後にあった試合はとてもいい雰囲気でできたんですけど、そこに来るまでに雰囲気が上がりきれてない試合があって、そこは反省点です。はい、ご自身のプレーとしてはいかがでしたか。思い切ったプレーが後半はすることができてよかったです。はい、埼玉選抜の選手たち、何か手の甲にみんな何か書いてるなっていう風に見えたんですけど、あれはみんななんていう風に書いてるんですか。心願成就っていう合言葉を決めてお守りとかに書いてて、それをみんな手に書いてます。心願成就っていうのはどういった意味ですか。心から願えば願いは叶うっていう。その願いっていうのは、っていうのは日本一を取ることです。キャプテンから見て埼玉県選抜は、どんなチームですか。最後の試合みたいな明るくて元気がある、とにかく盛り上げていい試合ができるチームです。はい、埼玉選抜の、ここだけはどこのチームにも負けないっていうポイントはありますか。試合中のみんなの笑顔と喜び方はどこにも負けないと思います。明日準決勝決勝と続きますが、意気込みをお願いします。準決勝勝ち上がって予選トーナメントで負けた大阪北を倒すことを目標にしてます。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。